犬の秘密基地なの始まるよ。6月1日犬の秘密基地です。久しぶりに黒芝の麦ちゃんが来てくれました。ちょっと緊張してますかね。で、黒さんといいますね。で、黒芝のこまめくんと黒芝の麦ちゃん仲良くやってますか。近いね。お、ちょっと興味ありげですね。大丈夫かな。麦ちゃん用のこの涼しげなブランケットちゃんと引いてあげたら乗ってくれましたね。バノ君とロイ君がちょっと興味ありげに来てますね。おやつ大好き。おやつをもっとくれ。くれ、おやつおいしい。バノ君はここでまったりしてますね。まあ、いい感じですね。で、ミミちゃん。ミミちゃんは遠目からちょっとアップになっちゃいます。みたいな。で、ミミちゃんはおやつをあげたら食べてくれましたね。食べてる。あ、ちょっと落としちゃった。落としちゃってるけど食べてますけど。あ、落としちゃった。で、食べてます。だいたいおやつ食べてるとみんな寄ってきちゃうみたいな。これお約束ですね。寄りすぎ。ロイ君寄りすぎ。で、ちょっと休憩のロイ君ですね。で、こちらをまた久しぶりの黒芝のエマちゃん来てくれましたね。これで久しぶりに黒芝が3頭揃ってますけどもね。エマちゃんは相変わらずマイペースな感じですね。いや、なんか黒が多いな、今日は。で、こちらも久しぶりの、プーちゃんとスーちゃんですね。久しぶりですね。はい、スーちゃん、匂い嗅がれてますね。嗅がれてます。で、黒4、白2とロイ君、トイプーですね。でも、スーちゃんとプーちゃん、本当久しぶりで、ちょっとやっぱり緊張はしてるかな、久しぶりなんで。まあ、でも尻尾もプーちゃん立ってるので、ちょっと。まあまあちょっと緊張してるけども、ちょっとまあ忘れてはいないという感じですかね。久しぶりですけども、はい。で、尻尾が筆の風さんですね。サマー風さんです。どうもこんにちは。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私風さんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。